野口英世の偉業は彼なしでは成し遂げられなかった。野口英世は女遊びにだらしなく、友人医師千脇にもう金がないと言われると、院長に賃上げ交渉すればいいじゃないですかと上から目線で助言した。野口英世はペスト菌の検出に成功、新域が決まったが、支度金は借金取りが没収、千脇が女房の着物を質に入れて金を工面した。野口英世は留学費用のために資産家の名と婚約、手付金をゲットだぜ。一晩で使い果たし、千脇が高利貸しで用立てて留学費用を工面、婚約破談で手付金も返した。千脇は野口英世を悪く言う奴に、彼は希代の天才、型にはめてはいけないと全別としていた。野口英世は千脇がアメリカまで訪ねてくると大喜びで、大統領に私の大恩人と紹介、後に懐中時計も送った。